令和4年の7月の1日5時を回りました。市民の皆様こんにちは。恒例の丸田隆明の街頭演説を始めさせていただきます。本日は道路使用許可は取ったんですが、停止外線の許可を取ってませんので、従来のこのスタイルでお話をさせていただきます。後藤警察署も非常に厳しくてですね、通常の道路使用許可では停止外線はできないということを指摘されまして、数ヶ月前からきちんと停止外線の申請も行ってまいりましたが、今月は通常の道路使用許可だけで、申請を済ませました。ところが申請書を出しに行ったらですね、警察署の交通課の方が言うんですね、停止外線は今回はいいのかと。いや、心配していただいているんですね。規則を忠実に守るこの丸田隆明でございまして、まさか違反などしないだろうということで、本日は従来の姿で、街頭活動を始めさせていただきます。停止外線というのは、車で、停車しまして、街頭活動を行うこと、これが禁止されているわけでございまして、禁止じゃなく申請が必要でありまして、その申請を今回は出さなかったと。そうすると丸田隆明は果たしてどのような、街頭活動をやるのかとお見せしたかったわけなんです。こういうスタイルに関しましては一切道路使用許可は必要ありません。交通の妨げになる場合は、必要となりますが、まあ、この後藤市ですので至る所で行わさせていただいても、歩行者の邪魔にはならないということで、この近くにある警察署の方も強くは注意できないものと、活動を続けさせていただいております。7月1日、6月の15日から始まりました、後藤市議会6月定例会も本日無事に終わりました。私も議会初日、そして、議会2日目、そして一般質問と前半戦を乗り越えまして、本日、最終日でも、かつて私は発言をさせていただいたわけでございます。まあ、この発言内容に関しましてはもう早速、私の動画サイト YouTube の方にアップしておりますので、5分少々ではございますが、ご覧になっていただきたいなと熱望いたします。6月の21日遡って6月の21日、議員報酬を頂戴いたしました。皆様に感謝をお伝えしたいと思います。本当に毎月いつもありがとうございます。そして昨日6月30日、私、後藤市議会議員、そしてすべての市議会議員、市長をはじめ後藤市の職員すべてに、夏の期末手当、いわゆる夏のボーナスが支給されました。私もきちんと頂戴しております。重ね重ね、納税者であります市民の皆様方には厚くお礼を申し上げるところでございます。まあ、毎月、私も議員報酬をいただいております。そして半年に一度はこのように、昨日ボーナスをいただいたわけでございます。まあ、その度に私は、この私の活動、議員としての活動を市民の皆様方にご判断いただきたく、このようにお礼を述べさせていただいているわけでございますが、まあ、議会がないときはどうやっているのか、議員は議会がないときには給料は果たしてもらっているのかと、まあ、素朴な質問も頂戴しました。まあ、私の場合は、かねてより議員は休む日は ないと思い、議員に当選する前からずっとこの部分に関しましてはきつく指摘していたわけでございます。ですので、当選させていただきました昨年の3月より時間の許す間は、自分の開発室に出向き議員活動をと続けてまいっております。まあ、私の活動に関しましてご批判ご指摘等がある場合はもうご遠慮なく私に注意喚起をしていただきたい。
叱咤激励をしていただきたいと思っております。まあ、私がやるべき仕事、これは議員として皆様方のお役に立つことを、尽くせねばならないというのが持論でありますので、これからも、皆様方のお役に立てる市議会議員の丸田孝明で居続けようと頑張っていきたいと思っております。実と申しますと、本日は4時前より、活動をさせていただいております。皆様方のおかげで作り上げられました、私のミニマル号は今日は休んでおりますが、広報宣伝者として、道路使用許可をいただいておりますので、熱中症から身を守ってください。そして新型コロナウイルスからの感染からも身を守ってくださいという注意喚起をお話しさせて、こちらまで移動してまいりました。環境省も気象庁もこの熱中症危険アラートを発令されております。本当非常に暑いです。日陰にいないと私も長くはしゃべれません。なので今日はちょっと日陰の方を選んで直射日光から、避けてお話をさせていただいております。まあ、夏の暑さよりも強い丸太と思っておりましたが、やはりこの強い日差しにはかないません。7月8月9月と今からどんどん暑くなっていきます。気象庁、発令を出しております。熱中症危険度アラートが発令されておりますので、どうか涼しいところに皆様身を隠してお過ごしになっていただきたいと思います。まあ、買い物に来るまでが暑いかと思いますが、施設の中はクーラーが効いておりますので、1分でも10秒でも10分でも長く、お買い物を楽しんでいただきたいと、そして合わせて涼んでいただきたいと思います。この議会もいろいろありました。まあ、今回の6月定例議会、まあ、再放送も終わりましたが、この分に関しましても私の個人の、サイトにて YouTube 動画サイトにアップしておりますので、何を丸田孝明が、6月の定例議会は喋ったのか気になっていただきたいと思います。まあ、毎回毎回この議会が終わると議員は暇になるのではないかと思われがちでございますが、そんなことはないんです。6月議会が終わりますと、今度は9月の定例議会に向かって、何を質問しようかと項目を考えまして調査に動き出す次第でございます。まあ、私の場合はもっぱら、他の議員さんとは違いまして、後藤氏行政にきつく、指摘する、質問スタイルを取らせていただいておりますので、この活動が手を抜くとツッコミができないわけであります。調査が何よりも大事なものでして、もうすでに9月の定例議会に向けて調査を開始しております。まあ、今参議院議員選挙が始まっておりますが、全く政治に関心がない、特に後藤氏行政、後藤氏議会、この政治には全く興味がないという市民の人は多かろうと思っております。それはそれで致し方ないことだことを思っておりますが、まあ、まあ最低でも自分たちが、生活するこの地方自治後藤氏の問題に関しましては、どうか関心を持っていただきたいと切に願うわけでございます。なかなか政治、議会議員の仕事とか難しいかと思います。致し方ないことかと思いますが、それであれば政治には関心なくとも丸田孝明が市議会議員としてどういった活動をしてどういったことを指摘しているのか、まあ、その部分に関心を持っていただければ、この後藤市議会という場所も活動も面白く見えてくるんじゃなかろうかと思っております。私もなるべく市民の皆様方が分かりやすいというところに力を入れて活動を続けておりますので、お話をさせていただいておりますので、分からない点等がありましたら、もう直接ダイレクトに質問していただければ、納得していただけるまで優しくご説明したいと思います。本日は
先月15日から始まりました五島市議会6月定例議会の最終日、無事に終えましたということをお伝えさせていただいております。そして6月の15日、そして30日と議員報酬、そして、期末手当、いわゆる夏のボーナスを支給いただきましたというお礼を伝えさせていただいております。また、この3日間ほど非常に暑い日が続いておりまして、今日は幾分か日陰におりますと風が吹いてですね、まあ幾分かは過ごしやすいかと思いますが、環境省と気象庁は熱中症に気をつけてくださいという注意アラートが発令されておりますので、どうか市民の皆様方、熱中症、それに加えて新型コロナウイルスに感染しないように、予防対策に徹していただきたいと思います。本日も、定刻の5時40分には本日10名の、コロナ感染者が確認されておりますという放送が流れるかと思います。連日連日この五島市においては今、コロナ感染者が急に増えてきた状態であります。老人福祉施設において、障害者福祉施設においてクラスターが発生している状況でございます。これまでは子どもさんを中心に、多数の、感染者が発生しておりましたが、子どもさんから今度は大人の方に移ってきております。どうか皆様、明日は我が身、日頃のこのコロナ感染予防から対策をきちんと努めていただき、そしてコロナにかからない、このことに一生懸命、注意して過ごしていただきたいということをお願い申し上げます。合わせて、熱中症からも身を守っていただきたい、この2点を皆様方にお願いとしてお伝えさせていただきます。6月の21日、そして昨日の6月30日と、6月期の報酬、そして6月期の期末手当をいただきました。本当市民の皆様方には、毎回毎回お世話になりっぱなしの、市議会議員丸田でございます。皆様方の期待に応えられるように、裏切らないように与えられたこの議員職を頑張って務めてまいりたいと思います。暑さが大変厳しくなっていきます。どうぞ皆様、熱中症にかからぬよう、感染、予防対策に徹していただきたいと思います。合わせて新型コロナウイルスもまだまだ五島市では、広がっておりますので、注意していただくようにお願いを申し上げまして、本日の、街頭活動を終了させていただきます。大変、近隣の住民の皆様方にはご迷惑、大きな声でご迷惑をおかけしましたことをこの場よりお詫び申し上げます。ご清聴いただきました市民の皆様方、この場より感謝申し上げます。ご清聴のほど大変ありがとうございました。